ってる最中に目を合わせる場所があって、その時に少しちょっと掛け声をしながらこう踊ることで心が一つになりながら踊れました。すごく楽しかったです。早稲田学園女子ダンス部です。いろんな高校が集まっててすごい緊張したんですけど、本番前にもう今までやってきたこととか、なんかもう絶対大丈夫っていうのを言い合って、もう全力で楽しむことを心がけて全力でやりきりました。福岡工業大学附属城東高校ダンス部です。せーの、イエーイ。今日は先輩方の大切なこの作品をまたリベンジとして踊らせていただいたので、ちゃんと現役生が先輩方の思いを背負って全力で出し切ることができました。なので今日は最高なダンスが披露できることができました。群馬県立石崎生命高等学校です。せーの、みんなのハートに出会い打ち。活動してきて、私たちは人の心に残るダンスプラスで、私たちも心、私たち踊ってる自分たちも心に残るダンスを目指して、みんなでその努力を積み重ねてきました。二松学舎高校です。せーの、ラスト全員で目を合わせながら一緒に踊ったことです。はい、高校学園高等学校です。せーの、エーラー、イエーイ。毎回の部活で、まあ、なんか朝意気込みを送ってそれやるとか、前日の夜に毎回みんなで電話つなげてミートとかして、明日の部活の目標とか決めたり、リーダーに任せるとかじゃなくて全部自分たち一人一人で、少人数だったっていうのもあるんですけど、そういうのを心がけてやってきたので、結構一人一人がやりがいもあって、チームワークも高まったかなっていう感じです。滝尾高等学校です。せーの、今まできつい練習とか楽しい練習もあったんですけど、出来は 100% 出せなかったんですけど、みんな全力で頑張って自分を見せるダンスができたので、あとは優勝を待つのみです。東京女子学院高等学校です。せーの、全力ファイター、 DJG、 イエーイ。今回は自分たちでこうブラッシュアップをしていくことを一番私たちはやってきて、一人一人がここを直したい、ここをやりたいっていう風にたくさん出し合ったところが、自分たちなりに頑張ったポイントじゃないかなという風に思います。国学院高等学校、KBC。 3年生で大会に出るという前例にないことでしたが、最後まですごい熱い応援ありがとうございました。百合ヶ丘高校です。せーの、練習の前にストレッチの時にたくさん部活では関係のない楽しい話をさせていただき、みんなが仲良くなり、その後に部活をすることで集中力が高まったので、チームワークが良くなったと思います。